はい、皆さんこんにちは。パート29、イサオ世界一簡単 NC プログラム。これちょっとね、前回の続きになります。まあその前にね、28の方でお詫びいたしました。25、6のね、テーパーのところのね、 R の式だとか、あと変なね、数字入っちゃってましたね。僕間違えた時にはね、謝りますね、きちんとね。申し訳なかったです。皆さんからたくさんご意見いただきます。いろんな質問も来ます。それで、例えば PT なんかでもですね、前回の PT なんかでも、8分の3、19夜まで教えてくださいとかね、いうのもありました。ね。できる限り協力できるところは僕、教えていきますので、たくさんの人がね、連絡来るのって、すぐにお返事できないこともあるかと思います。なので、そこだけはご勘弁ください。ご了承くださいだね。ご了承くださいですね。あとですね、クレームがありまして、イサオさんってね、滑舌悪いよってね、ごめんなさい。僕ね、昔からこういう話し方なんです。歯がね、ないんですよ、あんまり。なんでね、どうしてもね、滑舌が悪いですね。聞き取りづらいとかね。ごめんなさい。ね、そこだけは本当にね、ご勘弁ください。それと、今日の講義はですね、まずフライスのおさらいとですね、あとね、遠心力について、これね、あとちょっと出しますけどね。遠心、力なんですけども、遠心分力というね、ちょっとね、これをね、ちょっと勉強していきたいと思います。で、もしですね、これフライスだけやりましたけども、いや、これ全部加工のプログラム組んで、で、例えば外形でね、外形、これいい勉強になると思います。外形60L725全長89ですね。例えばここまでは組んでとかね。ね。R2、R1 で50の長さ。ね。穴開けもあります。ボーリングもあります。ね。で、面取りもあるし、粗さ指定もあるし。ね。で、そういったことで、これをやってっていうね、いうご意見でもいいですよ。ご意見くださればやります。でですね、まあ、おさらいですけども、ここだけは押さえてくださいっていうね、これだけちょっとね、今お話しさせていただきます。ね。これ、フライスカッターね。フライスカッター。で、フライスカッター、こういう方向に、ね、不正回転で回ってます。で、工業高校でもそうです。工業大学ね、とか専門学校でもそうですね。専門学校のね、講師っていう話も僕あったんですけど、断ってしまいました。申し訳ないです。で、まあ、ごめんなさい。ちょっとこれ余談です。ここね、必ず、このワークの中心を通るんですね。プログラムを教える先生たちは。で、僕は、これ、中心を通らないです。これね、想像してみてください。試作性がとってもいいですよ、って話しましたよね。だから、このように飛ばされていただきましたね。これ想像してみてください。こっちでカットすると、こういうカットになりません？ね、なりますよね。で、後ろ側通っていくから、後ろ側って、カットの前だけじゃないですもんね。後ろ回って、ね、当たりますから、やーっとね。でも、これでいくと、当たり位置ってこうなりません？ね、ちょっと、もちろんね、模様も違ってくるんですけども、試作性がとっても良くなるわけですよ。チップにも優しいです。ね。で、切削抵抗も少なくなります。なので、ぜひこれをお勧めしたいんです。よろしいでしょうかね。
ですね、ここからはですね、ちょっとこんな絵を用意してみました。これは実はですね、ある自動車メーカーさんの設計されたものです。で、バランサーと言います。ね。で、そういった部品なんですけども、愛知のですね、ある有名な会社さん、例えば B 社さんね、こことてもね、技術力がある会社さんでした。ところが、これが依頼が来たのが、A 社さんに来ました。で、B 社さんは、1日に、8台しかできない。どう頑張っても、8台しかできない。で、1個あたりいくらの製品って650円だよ。加工費ですよ、これ。ね。8台しかできない。で、A 社さんの方は、から呼ばれたんですけどね。加工できませんかねってね。で、僕は即座に、ああ、できますよって答えたんですね、速攻で。でも、ちょっと問題はありますけどね、ということで、そしたらね、このエイサーさんのね、専務さんがね、乗り込んで、僕のところにね、怒鳴ってきたんですよ。B 社ができないのに、うちでできるわけがないだろう。ね。で、いやー、絶対に儲かるようにしますから、信じてくださいってね、言うしかなかったですね、僕もね。で、結局儲かるようにしたんですけどね。この話をちょっとしていきたいと思います。B 社さん、C 社さんもありましたね。実際にはね、C 社さんもありました。C 社さんは、マシニングセンターでこの型をね、作って、握って加工させてました。で、反対面もあるんですよ。反対面もあるので、そういう加工してました。で、これ何が問題なのかっていうと、ここね、段差があって盛り上がってるんですね。盛り上がってるので、バランスが悪いんですね。非常に。まあ、バランサーという製品ですからね、バランス悪いわけです。で、遠心力で考えると、これね、例えば S800 回転ぐらいで回すとですね、S800 回転ぐらいで回しちゃうと、手動でですよ。もう機械がね、ぐら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 動き出すんです。ね。そんな製品ね、そんな製品128回でね、100、もうこれ H7 か。H7 ですね。ね。ああ、内径だから H こっちか。ね。7ですね。H7。ね。この交差は守れませんよ。ってね。で、ある、その自動車メーカーさん、有名なメーカーさんなので、これちょっと名前出せないですけれども、そこの設計さんは、これを設計した方ってね、大学卒業して、工業大学ですね。有名な工業大学を卒業して、自動車会社さんに入社したんですね。そしたらね、設計をしたんですけど、なんかね、設計の中で NG があったらしいです。で、なぜか、ね、この、うちのやり方、うちは昔からこうやってやってきた。だから、お前の設計じゃダメだ。っていうことらしいんですよ。それで、先輩の設計したやつを真似して、こういった図面を描いたんです。ね、うちのやり方。皆さんとこないですか？うちのやり方はこうです。あると思いますよ。ね。なので、でも、僕は、いや、これね、加工させるのにね、どうやって加工させるか。まずね、これね、ここの加工線上がありますね。ここにもこれと同じものがあると仮定すると、遠心力は、三点分力は、ね、ただ等しくなります。ただ等しくなるだけ。こうね、ちょっとずらしていくか。ね。この三点分力は、
遠心分離器は等しくなる。だけどもここに物がないからね、こっちにしか物がないから、これバランサーですか、物がないね、ないからどうしても遠心分離器はね、等しくならないわけですよ。なのでジグバランスというのはあります。こちらのジグに重りをつけますね、重りをつけてあげます。でこの幅もね、かな結構あの結構広いの使うんですけど、あのそれであの加工させるんですね。で鉄の 重さ、この加工線上のないところの重さというのを厚みと径、それで大きさを計算すると、この重さというのは出ます。簡単に出ますよね。で最終的に、まあ、この数値にするわけですけどね、まあ結局これで何をしたかってね、ジグバランスをつけることによって加工したんですけども、どうしても CP 値というね、 CP 1.33 が基準ですね。33以上ってね、以下とか以上とかね、でプラスでマイナスだけど、こうね、どうしてもばらつくんですよ。100分の5しかないですからね、ばらつくので、これちょっと CP 値が入りませんよ、中には外れるものもあります。あれね、プラスになっちゃうね。で何個か2個かは NG になっちゃいます。なぜか、ただここで計算すればいいだけじゃないんです。ここも加工するんですよ、この面も、これも加工するんですよ。ねえ、このままいてくれて、内径で加工してね、あとこうしたなければね、終わりってのはいいですけど、ここも加工するので、この遠心力をね、計算したバランサーをつけても、バランスをつけてもですよ。これ、ジグバランスと言います。聞いたことあるかな？ジグバランス。と言いますね。センターミーリングなんかで、片方、どちら側か一方を外径を加工するセンターミーリングがあった場合には、このジグバランスは絶対必要ですね。ただ、それは、非常に単純なものだから、すぐにね、計算できますけど、これの場合はね、削るので計算がね、難しかったんです。ただ、そうは言ってもやりました。で、このデータを持って、そのメーカーさんに飛び込みました。設計さんにね。で、設計さんに飛び込んで話を、ね、したんですね。そうしたらですね、まあ、最終的な話をすれば、OK になったんです。で、どういうふうに OK になったのか。今までね、外れた、口座から外れちゃうから、NG、何個かに1個は NG になっちゃうってね。捨ててたというかね、流せなかったんですよ。流せなかったんだけども、これね、π128 に対して、0から、プラス0から、プラス、いくつだっけな、0.3 だったかなになったんですね。そしたら今まで NG で跳ねたもの全部流せんですよ。あ、プラスこれを100分の2か。0.02 か。から 0.3 だったわけです。でね、これ破名がありますから、っていうことだったんで、おかしいなぁと思いながらね。したらね、よくよく聞いていったらね、設計さんがね、バラしてくれました。教えてくれました。実はここに穴開けます。後から穴開けます。何のために穴開けるのか。バランス取るためです。ねえ。こんな意地悪な話ないですよね。で、加工ね、外注に出すには、ね、これでやってくれって。ねえ、もういろんな会社にね、5社8ぐらいしてね、一番安いとこは650円でした。ねえ、愛知の有名な会社がこれを請け負った。それを、もうちょっと高いですけどね、それを請け負って、外注さんに出して A 社、B 社、C 社。で、そういったら650円。ね。
で、うち B 社は8台しかできない。650円で、ね、650円で8台しかできなかったら、5200円しかなんないんですね、これ。この製品1日頑張ったって。5200円しか。ねえ。こういうことじゃないですか。で、これちょっと A 消していいですかね。でね、僕もね、この A 社さんの方から、これって加工できませんかっていう依頼があったんですよ。で、僕は即座に加工できますよと言ったんですよ、旋盤で。で、B 社さんは8台しかできないって言って。で、C 社さんは、マシニングで加工すれば、なんとか20台ぐらいできそうだと言ってる。反対面も加工するんですよ、これ。でね、ここなんかもう、C5 だったかな？あ、C3 だったか？とるんですね。そんな形の形状なんですよ。うん、まあそんな形でですね、これ、僕、社長さんに頼まれて行ったんです。で、できますよ。普通に。普通にです。ね。で、実際やってみせました。で、最初はね、こっち面と反対面で2工程でやったんですけど、それを3工程にしました。4工程にしました。ね。で、その後に、何台できたのかって話ですね。これね、最終的に180台日当たりできるようになったんです。で、1個ね、加工単価650円ですね。で、支給材ですからね。日当たりね、11万7000円。22日で257万4000円。月に257万4000円になるわけです。これ、ね。年間通すと、3888万ってなるね。あ、ちゃんと書いてますかね。僕はね、88000と。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。3888万8000円になったわけです。これ、年にね。社長さん、お喜びですよ。だけど、そこの専務さんは最初に言ってきたんです。僕に言ってきたんです。B 社ができないのに、あの技術のある B 社ができないのに、技術を持っている B 社ができないんだって言ってる8台しか。じゃあ5200円しかなんない。うちやんねえぞ。でも A 社の社長さんが僕のとこ来たんです。できませんか？できますよって僕飛び込んでいったら、この A 社の専務さんが怒鳴ってきたわけです、僕に。何しに来たんだ？ね。もうね、もう説得するしかないですよ。絶対儲かるようにしますから、信じてくださいと。ね。で、最終的に180台。元受注はあったんですけどね。遅延してましたね。200台作ってほしいってあったんですけどね。まあ、残業やって、それクリアしてもしました。ね。で、結果的にこういう結果になるんです。なったんです。大喜びですよ。ただ、この専務さんね、こわもての専務さんでしたけども、その後すごく仲良くなっちゃいましたね。僕、イサオって言いますけど、おお、お前いつ来るんだってね。今度いつ来る？一緒に飯食うか。ね。ね、人間って変わるんですよ。やっぱりね、自分不安のある時って、ね、どうしてもね、その不安が表に出ちゃいますね。なので、安心してる時ってのはやっぱ安心感が表に出てきますね。ね、こうやってね、だから、先ほど、僕が言いたかったのは、うちのやり方。
ね、昔からのとかね。実はこのマシニングで加工させていた C 社にも僕行ったんですよ。観察ですからね、ちょっとね、見てくれ。そこマシニングでやるのにこだわったんですね。で、こうやった方がいいですよって言ったら、やっぱり俺、これ言われました。いや、うちのやり方でやりますから。ね、結局そこは、これ受注しませんでした。どうです？何百っていうね、ここの A 社さんね、何百ってものすごい種類のね、有名な会社ですからね、何百っていうその種類を加工してるんですよ、製品を。その中の一個ですよ。一個でこれですよ。ね、年間、月でもね、11万7000円。あ、月じゃない、ごめんなさい。日です。日当たり11万7000円。月にすると、まあ、そこの会社22日稼働でしたからね。2週間に1回土曜日出るっていうね。そうするとね、これ、257万4000円。どんだけ高い人件費払ったってこれ、クリアできますね。で、チップだって、機械だって、チップだって、もう音しませんからね、加工の音もしませんし、全然ドライ、簡単にできちゃうわけですよ。で、そういうのは、ジグバランスって言ってね、分力を、3点分力をちゃんと計算して、で、それでもなんかおかしいなと僕は感じたので、メーカーさんに飛び込んだんですね。自動車メーカーさんに。設計の方と話をして。そしたら交差は変えてくれたわけです。そしたら全部 OK 品ですよ。余裕で入りますよ、こんなの。ね。そんなことです。ですのでね、さっきのフライシーの話の、何が言いたかったら、こういうことなんです。うちのやり方。昔から俺たちはこうやってやってきたとかね、先輩からこう教わりました、ね、それが正しければいいですよ。儲かれば会社が。だけども風潮、会社どこの会社もそうですけど、風潮だとか社風っていうのがあって、ね、変えられないとかね、変わらないとかあるんです。皆さん変わっていただきたいんですね。ぜひこれをきっかけにでもいいです。ああそうなんだってね、ちょっと試してやってみようかなとかね。変わっていただきたい。常識にとらわれないでいただきたい。常識っていうのはね、社会が作ったのが常識ですから。よく非常識だと言いますけどね。非常識も良かったりすることいっぱいありますからね。ね。まあそういったことで、今日はね、これ話をさせていただいたわけなんです。ね。ハッピーな気持ちの方がいいじゃないですか。ね。ね、会社も儲かる。で、加工もね、すごい早いですからね。で、面白いことにですね、これ、TOC ってやり方がまたあるんですけどね、第一工程、第二工程とかってありますね。で、この字を組んで、第三工程、第四工程。1、2、3、4としたんですね。で、人間こうやって回ってきますね。で、素材が、材料があって、材料ね。材料あってね。で、これ、完成ですね。で、あとは出荷するわけですよ。で、毎日出荷ありましたからね。こういう形でやってた、4工程でね、やってたわけなんです。工程分散して、最初はね、工程でしたよ。次3工程にして、最後は4工程。ね。で、結局180台作れる、まあ、ね、になった。残業しても200台はね、作れます。ね、こういう形で、僕がやったのは、2工程が一番時間が長かったのかな。そうするとね、人間ってこっからこう行って、こう行って、こう行って、これやって、これがまだ終わってないと他のことやろうとするんですね。3工程早かったんですよ。4工程も早かったんです。向こうで、こっち手出すんです。で、僕は、仕事をしないでくださいって言ったんです。変なこと言いますね。要は、
これ仕事だと思ってるんです。ここに前に物を置いてあればいいんです。必要台数だけ。これも時間早いんですから。一番遅いのはこれね、ネック工程これです。他に動かないでください。ここに必要数だけあればいいです。そしたらね、この人すごく楽に、楽だったんですね。楽すぎる。いいんですよ、仕事をしない方が儲かるんですって話です。余計なところ手出しに行くとここ止まるんですよ。気がついたら止まってるってね。それが無駄なんですね。そういう話もしながらやっていきましたね。これ運用上の問題ですけどね、あの生産管理、生産のね、運用上の問題ですけど、そういうこともやってきました。これ TOC とね言ってね、セオリーボ、セオリーオブコンスタンスってね、こう子供が歩いてるじゃないです、山道を仮にこうやってね歩いたとしますね。ちっちゃい子がこうやってね、ででっかい子がこうやってね、ああでね、山道を歩いてるキャンプでね、そうするとこの一番小さい子がね、一番遅いわけですよ。あれ、この子が一番遅いんですよ。ね、この子、だからこれね、どんどんこの子はね、どん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 前に行っちゃって、ここ離れていくんですね、距離。ね、どん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 これ、離れていっちゃうんですね、距離がね。で、後ろの子はね、この子より速いんだけど、前に行けないんです。この子の後ろにいますから。ここ早く行けよ、試しですね。これはボトルネックと言います。ボトルネック。ね。これをボトルネックと言います。ね。この考え方。この子に合わせましょうよ。余計なことするのやめましょう。と、この子もね、そんな早く歩かなくていいんです。ここにいればいいです。そばに。ね。そのうち見えなくなっちゃいますから、そばにいればいいんです。で、この子たちも、この子に合わせて。で、ここを改善していくんです。ここを改善して、スピードを上げていけばいいんです。ね、ボトルネック工程をね、改善してスピードを上げていけばいい。そうすることによって生産性がどん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 上がっていきます。こういう考え方ですね、TOC っていうのはね。ジェットとはちょっと違いますね。ジャストインタイムね。とは違います。生産バランスを取るわけじゃないですからね。ボトルネックに合わせるんです。まあ、こういう考え方も一つあります。ね、それでは今日の講義はこれで終わりにさせていただきたいと思います。また次回お楽しみにしておいていただきたいなと思います。でね、チャンネル登録お願いします。本当に本当にお願いします、チャンネル登録で、いいねボタンもね、もしもしね、楽しい話だったなと思ったらいいねボタンも押してください。お願いします。励みになる、すごい励みになります。ではパート29、明日から皆さん仕事ですね、頑張ってくださいね。僕もそうです。ね、一緒に頑張りましょう。では、これからもね、学んでいきますけれども、よろしくお願いいたします。今日は、パート29はこれで講義は終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。